平山誠君。こんにちは、緑の風の平山誠です。時間もありませんので手短にということですが、今日は予算委員会を受け、予算の移植というところで、大臣のお気持ちをちょっと聞かせていただきたいと思います。民主党政権では復興予算をですね、5年間で19兆円としておりましたが、安倍政権はこれを加速しようということで、なりました。これは試すようじゃないんですけれども、安倍政権の復興予算、どの程度にしていただいたんでしょうか。根本復興大臣。先生のご出身は、復興予算を、すみません。聞いてくださいよ。5年間で民主党政権は19兆円を復興予算と掲げました。で、それを加速しようと自由民主党、公明党、与党は、増やしたわけですよね。それがおいくらにしたんですかということですよ。復興大臣。19兆円だったところを、要は被災地歩くと将来この予算が将来ともつくんでしょうか、いろんな不安の声がありましたから、財源を見直して25兆円のフレームに見直しました。平山君、すみません、試すようなことを言いまして、これなぜかと言いますとね、僕は被災地のことを思って、今国民が一丸となって、血税をですね、出して住民税からも所得税からも出していこうということで、この25兆円協力しようとしているときにですね、昨日、今日もいろいろと新聞にやテレビで出てますが、この復興予算が去年も他のことに使われたということがですね、今年もまた、一例としては大分の日立のですね、林道のことに使われたと。こんなことが大臣あっていいんですか。根本復興大臣。復興予算の流用問題、これまでも国会含めてさまざまな指摘を受けてまいりました。ですから、我々も復興予算の使途の厳格化、これを図ってまいりました。24年度予補正予算、25年度予算、これは復興予算の使途の厳格を厳しく、図っておりますので、予算についてしっかりとした対応がなされているものと考えております。そして、ご指摘の、基金の話、これは、23年11月の第三次補正予算で、さまざまな基金が作られました。そして、昨年の、このいろんな流用問題が起こったときの使途の厳格化に際しては、11月民主党政権下で行われた使途の厳格化。このときに、関係者に混乱を生じさせないように、執行状況等に応じて、それはね、しっかり、我々も20年度補正、25年度補正予算で、使途の厳格化しっかり図りましたから、復興の観点から、内容を精査して、今、中身を精査中ですが、しっかり調査をして、対応してまいりたいと思います。平山君。基金であっても、国民の、血税であることは、確かでですね、本年1月から、所得税の 2.1% で上乗せでしたっけ、それとあと来年度からは住民税に、1人1000円ずつ、乗せるという、そして国が一丸となって復興していこうというときにですね、どんなことがあろうと、福島のまた、東北のですね、今後以外のことでですね、無駄なお金は使わないようにしていただきたいと私は思っております。本来の質問をさせていただきますけれども、大臣はこの連休、ウクライナの方に行かれたとお聞きしていますが、どのような、視察だったんでしょうか。根本復興大臣。私はゴールデンウィークの際にウクライナを訪問してまいりました。これはチェルノブイリ原発事故の教訓を福島の復興再生に生かしたいと、事故対応の専門家の方々と意見交換を行ってまいりました。その中で、ウクライナの政府と国民の皆様がこの27年間大変な苦労を重ねて事故からの再生に取り組んでこられた。その状況を
伺うことができました。そして意見交換を通じて我々が取り組んできている今の取り組み、これも説明して、この我々の取り組みの方向性は重要であるとの認識が示されました。我が国においてはこれから事故からの再生復興、本格化するわけでありますが、今回の出張契機として、ウクライナの厳しい経験をさらに深く学んで、一日も早く帰還を望む住民の皆様が帰還できる環境の整備に全力を挙げたいと思います。平山誠君。私が常々思っているのはですね、今回のこういう予算もそうですけれども、福島復興、経済の復興、地域の復興の陰にですね、やはり 3.11、そして 3.12 の、各国事故、3.14 の、4号機の各国事故で被爆された方々、そして一番大切なのは未来を担う子どもたち、子どもたちのですね、被爆された、もしくは、今、福島の地で、残られてですね、生活をしている人たちがですね、いかに被爆しないかというのは、やっぱり子ども、未来の子どもを犠牲にしてはいけないと思うんですよ。で、先日も大臣にお見せしましたが、チェルノブイリでは20ミリシーベルト、5ミリシーベルト超えで、もう強制退去ゾーンなんですよ。ね、でも5年後にできた、チェルノブイリ法でですね、5ミリシーベルトを超すと、年間5ミリシーベルトを超すと、そこにいちゃいけませんよ。1ミリから5ミリシーベルトなので移住しなさいよってゾーンなんです。しかし日本はですね、先日も言いましたけども、20ミリシーベルトで、避難住居、解除区域と、準備区域と。これちょっと未来を担う子どもたち、そして、今回、大臣が、ウクライナの方で視察されたのとだいぶ差があるように思いますが、その辺はどのようでしょうか。根本復興大臣。私も今回ウクライナに訪問して、何が共通するか、どこが相違するか、そしてどんな教訓があるのか、それを意見交換をしてまいりました。そして先生のご指摘のウクライナの状況ですが、まず福島とウクライナでは事故の非常さが向こうは6倍ですから、そしてプルトミニウムや、要は炉が爆発したんで、福島で拡散した放射性物質と向こうで拡散した放射性物質、これはかなり違います。それから、事故から5年間はソ連政府だったので、どうも私が聞いたところによるとですね、あまり情報公開もされなかった。そしてその地域に住んでた方が多かった。あそこはコルホーズ、ソホーズの農業地帯ですから。そして5年目にウクライナが独立して、そのような法律ができた。放射線防護措置にも聞いてみました。やはり向こうの放射線防護措置は、我々は空間放射線量ですから、ガラスバッジをつければ、実行放射線量がわかるわけですよ。ところが向こうはやっぱり内部被曝なんですね。それは農地が汚染されましたから。で、その5ミリシーベルトの基準も、どうも聞いてみると、やはり内部被曝がかなり大きいんですね。ですから、やはり、それでその農地が汚染されましたから、彼らは農業を生産している人々なんで、おそらくそこを除染するよりはむしろ移住させる。国が、社会主義国家ですから、というような対応をしたんではないかと。ですからその辺の背景はさらに私は十分に、検討し調査をする必要があると思いました。平山誠君。いろいろなですね、不幸ですが先にそのような事故が起きてしまい、また経験が先になされたですね、先人の、学ぶことは、先人に学ぶことはですね、学ばなければいけないというところですが、今、大臣がおっしゃったようにですね、農地が被爆されて5ミリシーベルトって言いますけれども、今、空間線量でも38マイクロシーベルト以上の空間線量のところはいくらでもありますよ。ホットスポット的に言われているところ、そして、土から取れるところもいっぱいあります。そんなこと言ってたらですね、じゃあ5ミリシーベルトで、だからこそ5ミリシーベルト以下でも、ね、
住んじゃいけませんよってやってるじゃないですか。それをやはり日本はもうですね、やはり戻してですね、やはり1ミリシーベルト以下のところは住めないですよっていうこともですね、必要なんじゃないでしょうか。私どもがですね、緑の風が、以前、先日も言いましたけども、伊達市の小国で小学校の、速攻のですね、測ったところ179マイクロシーベルト、そしてですね、新聞にも載っておりましたが、市民放射能測定所 CRMS という NPO はですね、福島市の、住民から頼まれて、4月の2日から5月の2日にかけて、採取と測定をしたそうですが、図書館や、美術館の、施設で、最高で、1キロあたり43万ベクレル超え、そしてですね、空間線量も、3.8 マイクロシーベルトに達していたと。で、これを片付けてほしいと県の方に言ったら、図書館なんですけど、図書館さんは図書館さんの方でやってくださいということで、図書館は自分のところの清掃の係の人が集めて、今は、まとめておいて、そこに囲いをしているといったようなところがあります。やっぱりホットスポット的に今でも高いところがあるわけですよね。そのような、対処を、今後どのようにしていけばいいと思いますかね。やっぱりウクライナの方を見てきてご経験値として。根本復興大臣。ウクライナの方は除染は途中までしたようですが、要はコストも考えてということは考えたようですね。で、移住ということも選択したん、一つの選択肢として移住ということも選択したんだと思います。で、我々の日本の場合は、やはり、しっかりと除染しよう。そして、帰還したいと考える人は帰還してもらおうと、ということでやっておりますので、例えば今の伊達市も、かなり伊達市は、除染をしていると私は聞いております。やはり計画的な除染が必要なので、したがって、除染予算も相当な除染予算で今除染をしていますが、いずれにしても、計画的に除染をスピーディーに進めていく。これが何よりも大事だと私は思います。平山君。除染、何回も言うですけど、除染された、またその汚染土をですね、確かなところに確保するということも大切ですので、その辺は一つよろしくお願いします。私の知り合いもですね、先日も言いましたが、故郷福島を思い遠くの地から U ターンしてですね、今除染の作業をしています。そういう人たちのですね、命がけのことにですね、やはり、いろいろと労働問題もありますが、その辺もですね、できましたら第三者機関みたいなところですね、労働者の、報酬をですね、ちゃんとやる、そして労働者の、労働時間もちゃんと基準に守るというですね、そして、被爆しないということをですね、大臣の方のからも協力によろしくお願いします。そして私の方で、チェノブイの方で、子どもたちにですね、保養施設、希望の家というようなことを、約子どもたちを1ヶ月間、自然の環境のもと、そして医療と心のケアということで、保養キャンプというのをやっているそうですが、大臣はそのようなことをご存知でしょうか。根本復興大臣。チェルノブイリではさまざまなことに取り組んでおられたと聞いております。平山君。現在も、福島で、もちろん、避難されている方もいますけれども、福島の地で一生懸命この地を守ろうということで、頑張っている方々もいらっしゃいます。ただ先ほども見ました通り、大人は20ミリシーベルトで耐えられるかもしれませんが、子どもの場合はそれの4倍、5倍と言われています。そのダメージがある子どもたちをですね、例えば無料で国がですね、被爆されてない土地で、この、保養キャンプというチェルノブイリでやった成功例、これを導入するというような大臣のお考えありませんでしょうか。根本復興大臣。
福島県の子どもたちの身体、体のリフレッシュ、身体のリフレッシュ、この取り組み、政府全体で進めておりまして、先生がおっしゃられたようなリフレッシュキャンプ、これもやっておりますし、それから県に設けた基金を活用して、福島っ子体験活動応援事業、まあ、先生のおっしゃられたような趣旨の取り組みは、今、政府としてもやっておりますので、この取り組みをしっかりやっていきたいと思います。平山君。ありがとうございます。もう先ほどから何回も言いますけれども、やっぱり復興のもと事故を起こしたのは我々大人ですから、子どもたちには罪もありません。子どもたちは原発を作ってくれとも言ってません。私たち大人が原発を作ってしまったこと、このそして過酷事故を起こしてしまったこと、この後始末はですね、責任を取らなくてはなりません。今いる子ども、そしてこれから生まれる子どもにですね、十分なケアをよろしくお願いします。ありがとうございました。